いや先生、僕の面白ポイントを聞かせてください。いくつか挙げたいんですけど、はい、前半の何が面白いのかなって、まあ、僕なりにやっぱ考えるわけじゃないですか、はい、その時にあの計画をしてそれを実行していく面白さってあるんです、映画的に。ああ、ありますね。例えば詐欺師ものとか、はいはい、あのなんかそいつを騙してやろうって言って計画してだんだん実行していくものって結構あって、それって結構楽しくて。楽しいです。だから練習してますから、ね、家でお父さんの言い方とか、そうそうそう、なんだっけ、病院でカーセーフ見た時のこう奥さんに伝える時の健康でセリフ読んで、はい、練習してるんですよね。あれもそうそう、だからレザーバードックスとかあの事前に練習してるシーンとか言って、はい、そういう、ね、練習して計画して練習して実行する系の面白さっていうのが、まあ、一つあるんじゃないかなと思っていて、あともう一つは、はい、まあ、ハンチャル家族、まあ、完全な悪人じゃないんだけど、まあ、悪事を実行する側じゃないですか。まあ、そうですね。映画見てると悪役の方が頑張ってるじゃないですか。悪役ってめちゃくちゃ頑張って努力して、はい、前面に立つポカンとしてるんで、むしろ敵とかライバルとか、まあ、ホラー映画の悪役をそういう目線で見ると面白いって話なんですけど、あイットとかね、イットすげえ頑張ってるなと思って、ヒーローもう準備してそうそうそう、排水溝の中にずっといて、来ないかな来ないかなって待ってるわけですよね、きっとね。あ、来た来た、今来るぞみたいな、そイットの気持ちとかね、悪役の気持ち。そうですか。悪役ってそのなんかすごく周到に準備してる感が面白いなと、けないかなっていう。半地下の方はものすごい頑張るじゃないですか、計画して。で一方騙される方 の, あの地上の家族たちは割と穏やかな感じで。いや、すみません、それは多分あれですか、奥さんのあの性格を あれ旦那さんは頑張り屋ですよ多分。ですか、旦那さん多分あれですもん、ガイアの夜明けとかカブリア宮殿とかワールドビジネスだとナイト系のあの奥さんをこう料理とかちょっと家庭的なことはちょっと望めない奥さんを別にイラチするわけでもなく、はい、いや、ね、頑張ってる、あのいい男ですよ、いい男です、社長だ、社長お仕事結構ね、社長いい声ですよ、社長めっちゃいい声ですよ、めっちゃいい声ですね、あれ結構僕的にツボなんだけど、すごいいい声ですね、すごいいい声って、社長なぁ殺されちゃったかな言っちゃう言っちゃう社長なぁ、社長でもそう、確かに人気者だって、地下のあいつもリスペクトしてましたから、え、知ってました、リスペクトしてたから、社長だってあれですね、運転手の孫悟空にも、うん、運転歴孫悟空なんか30年ですとかみたいな感じで言った時に、うん、一つのことを長く続けてる方を尊敬しますみたいな言ってた、言ってた、いい、できた人だなぁ。で、孫悟空のこと悪口もいないと思って、あ、匂いがね、匂いの話の時もひどい話、ひどい話ですけど、あくまでいないと思って言ってるところですかね。まあでもいない時に人の悪口言ってあんまり悪口じゃないけど、まあまあ、まあいないことを前提にね、そうそう、確かにね、そうだから誰か、まあ、もしかしたら根性自体が言ってるかもしれませんけど、はい、あの映画の中に完全な悪役もいないし、完全に善人もいないみたいなことを確か言ってたような気がして、そしたら微妙な、ね、ラインの中でいる人たちなんだなっていうのは、うん、でもなんかあの、いやでも自分がこう書くとしてたとしたら、あのどこでつまずくだろうと思ったら、僕あの嵐の天気悪い夜にみんな家族がこう半地下の家族の集まってどんちゃん騒ぎというか好き勝手やるじゃないですか、あれ書けそうで書けないですね。ああ、そのどんちゃん騒ぎシーンはどうですか。なんかこいつら嫌いだなって思っちゃうんですよね、なんか見てると人が作った作品でそういうシーンがあっても全然そんな気にはなんないんですけど、うんうん、なんかそのあの社長がよく言ってた一線を越えてこないところがいいとか、ギリ一線を、うん、運転手に、うんうん、ってそのままに対してあのあれ一線超えてんなと思って、まあ、それそうです、思いっきり電車サービスしますからね、あれさえしなければもっと家族は長く共存できた、共存できたんですよね、なんかあれやっちゃったから、まあ、まあもちろんそこからね、あの外部が入ってきてっていうか、ね、あの組員された家政婦が入ってきたことによってえらいことになっちゃうんですけど、でも家政婦も家族だこいつだって気づいちゃったから、うん、あ、なりますよね、急になんかあの
まあ、強気になったのか舐め始めるっていう前は始めるじゃなかったらあれですよ、なんか2日に1回か1週間に1回食料を届けるなんか稼ぎが増える話だったんですよね、あれあの家族とどんちゃ騒ぎしてなければそうそうお母さんが、はい、家政婦になんか姉呼ばわり姉と呼ばれてお姉さん助けてくださいお姉さん助けてください妹やとか言って誰が妹だかそうなのかってバレた瞬間ものすごい切れ味切れ味でした、ね、すごかった、あれ僕何回かあのもう一回見直しました、ね、最高ですね、あのそう、まあそこがあの映画のものすごい転換点っていうか本当にちょうど真ん中であそこでパカッと分かれる話じゃないですか、はい、そこのねあのどんちゃん騒ぎシーンはただ気持ちちょっと長いんですよね実はね、だから そこの引きをぐーっと伸ばしてそのピンポンっていう不穏なあのね音につなげてるのかなと思って、しかもあれはすごく上手くて、はい、僕は見直したんですけど、はい、そのピンポンの前に一回あの半地下のお父さんとお母さん喧嘩の真似するじゃないですか、しますね、でお父さんバーってこうテーブルの上のやつを、あれなんで喧嘩したか覚えてます？お母さんが怒んないでしょ、あれ実はだから僕も覚えてなかったんですよ、はい、だからそこは実はちょっとシナリオ的に無理がある、無理やりくっつけたっていうかやろうとしてることがあるからちょっとうまくつながってないから僕たちはあんま覚えてないんですけど、あの前になんで喧嘩したかっていうと、はい、あのお母さんがここであの旦那さんたちが帰ってきたらあんたゴキブリみたいに逃げるじゃない、ああ言ってた、そうそう、でそんなことするからって言って掴むと、はい、であれ何のためかっていうと、あれ見てる映画見てる人はみんな思うのは、今ねこう歌いをやってるけどここで家族が帰ってきたら大変だなって気持ちはずっとコロナであるじゃないですか、ありますね、底辺に、はい、であれは実はミスリード で家族が本当は来るんですけど、あそっか、後じゃないですか、あそうかそうか、でまずで家政婦、まず家政婦のが来ちゃうんで、はい、家族が来たらまあみんな観客が予知してるんで予感してるんで、はい、そんな驚きはないんだけど家政婦来ちゃってるから あれっていう感じなんですよね、すごい、そう、そこはめちゃくちゃうまくて、うまいですね、で、あのモニターに映ったあの家政婦、元家政婦のあの顔みたいな、あの顔いいですね、なんか怪我してるじゃないですかあの家政婦、あれ語られないんですよね、あれ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 なんで怪我してるかって、はい、実は旦那も聞くんですよ、あの地下のね、はい、旦那お前なんで怪我してるの、後で言うからって終わるんですよ、そこでもなんか気持ち悪いんですよね怪我してて、はい、不思議な感じなんですよね、あそこね、そうそう、あそこね、だからいろいろ詰まってるシーンなんですよね、あの電話かかってきた時も電話もすぐ出る感じでもなく、うん、えって一瞬はってなんですよ、ね、ってなってで出てジャージャーラーメン作れるかしらから来るじゃないですか、そうそうそう、でちなみにどっち今そうそうそうどこにだからカーナビで8分って出てます、ね、あれ見事ですね、うまいですよね、はい、そうそう、でその後まあ当然、ね、お決まりのように帰ってくるっつってまあなんとか装置になるじゃないですか、はい、で普通の人はそういうシーン描くと思うんですよきっとね、でもあれうまいのはそうジャージャーラーメンなんですよね、ジャージャーラーメンも作らなきゃいけない、あれと並行するからあのシーンで結構面白くて、面白いですね、あなるほど並行してるわけですね、ただ片付けてあの、地下のね2人を、はい、なんとか片付けなきゃいけないだけで描くじゃないですか普通は、はい、もう帰ってきちゃうっていうふうに、そうじゃなくてジャージャーラーメン作りも並行させるんで面白いな